ファンタジア大賞は、角川の社内ブランド、藤見書房が毎年主催している長編小説を対象とした日本の文学賞である。第19回までの名称は、ファンタジア長編小説大賞であった。第7から13回までの7回連続で出なかったことで代表されるように滅多に対象が出ないこと、選考期間が異常に長いことで知られていたが、 ファンタジア長編小説対象から、賞の名称がリニューアルしてからは、対象作品が選出される回数も増え、また、選考期間に関しても、年に規制で入選作品を発表するようになった。上の選考期間の説明でも触れているが、第24回と第26回は2期に分けて選考されて、また以後の募集に関しても、第28回より、 開催会の中で前期後期で分けて募集し、最終選考に残す作品をそれぞれ決めるという形に変更された。賞は、大賞、準優先、佳作、審査員特別賞、努力賞などがあったが、第21回より、大賞、金賞、銀賞、読者賞へ変更。第24回後期からは、ラノベ文芸部門が作られ、ラノベ文芸賞が追加となった。 第26回当期の募集に際して、ラノベ文芸部門は、ラノベ文芸賞として独立した。第30回では、短編部門、ドラゴンマガジン賞や、ファンタジア文庫作品につける、キャッチコピー大賞が特別に設けられた。短編部門の受賞作品は、ドラゴンマガジンに掲載された。第24回後期から郵送での受付は廃止し、オンライン選考がスタート。 受賞作品の発売元は、藤見書房から発行している、藤見ファンタジア文庫から、刊末に編集部もしくは、選考委員による解説がつくことが多い。年は、発表年。謝辞は、未刊行。内は、開題。後に、シリーズ化された作品については、受賞作の観光時サブタイトルは割愛している場合がある。著者へのリンクは、文庫デビューしたもののみ。 8.9月頃に締め切り、翌年の7月後あたりで発表。ただし、入選のみ明かされるだけで、各賞の決定はその中から最終選考を行い、その後の発表が待たれる。第25回でも同様に予定されていたがこの年は後期は行われなかった。第4回の最終選考でも、トリシアの不思議な病院が残っていた。この受賞作は、 富士見ミステリー文庫より刊行された。ただし、デビュー作は、富士見ファンタジア文庫館。ただし、富士見書房からのデビューではない。ABCD この受賞作は、富士見エル文庫より刊行された。ありがとうございます。